皆様こんにちは。こんにちは。三姉妹サンデーの時間です。長女のナミです。次女のサラミンです。三女のサヤです。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ今日私がお話ししたいのは、日本語教育について話していきたいなっていうふうに思ってるのね、うん、で日本語って当たり前のようにこうやって喋ってるから、うん、もう本当にこう空気のようなこう、ね、水道の蛇口をひねるとお水が出てくるようなね、うん、感じで、そこまで日本語に毎日毎日ありがたみを感じながらこう喋ってるっていうことはなく、割とまあこう自分空気のようにね当たり前のように存在してるっていうふうに思ってしまうと思うんだけれども、うん、その日本語をふっと立ち止まって考えてみると、すごく美しい言葉なんだなっていうことを感じてるんだよね最近、うん、で最近私も家の中でね、あの日本の名著っていう50冊ぐらいある、うん、あの昔のいろいろなこう偉い人たちが書いた本をね、うん、読み始めていて、難しくてなかなか進まないんだけれどもね、うん、あのそういう中であのあやっぱり日本語って美しいなっていうふうに思うんだよ、うん、でその中ですごく感動した言葉があるので、うん、2人にもご紹介したいなって思っていて、ぜひぜひ、元織宣長の処女作って言われている足分け尾舟っていう作品があるんだよね、でいろんな日本語だとか和歌についてこう解説しているっていう、そんな本なんだけれども、うんうん、その中でね元織宣長が言ってるのがこういうことでね、まず昔は常の言語も古画にして、その上歌読むにはほどなく、ほどよく言い整うれば自ら麗しきなり、かつ心も実多く人情深ければ嫌とも言葉柄麗しく心深く意味ありて自ら言うに言われぬところの味わいがあるなりと言ってて、これちょっとやっぱり難しい昔の言葉なのでね、今現代語訳っぽくするとまずその昔の日本は日常の言語もすごく古風で優雅であって、その上和歌を読むときは程よくこう言い整えて言うので自然と美しいんだと、でその上心も誠実さが多くて人情も深いので、嫌が上にも表現が美しく心深く意味があって自然とこう味わいが出てくる言葉なんだっていうふうに言っていてね、すごくこう優雅でこうなんでしょう、あの古風なのは単に日本語が美しいというよりも、うん、そのもともとの日本人の心が誠実で美しい、人情も深いっていうことを言ってて、うんうん、本当に言葉と人の心っていうのがこう一致していくんじゃないかなっていうふうに思ったんだよね、うんうんうん、思い当たる節はいろいろあるなどんなことが思い浮かびました？例えばやっぱりこう、うん、現代の私たちってついつい雑な言葉を使ってしまうんだけれども、うん、ちょっと昔の方とか、それとも、うん、あそれかあのちょっと昔の日本人に日本語を習った、うん、あの諸外国の方とかがとっても美しい日本語をお使いになって、うん、なんかこうハッとさせられるっていうか、本来私たちもこういう言葉を使ってたはずなのに、あ、なんてすさんじゃったんだろう私たちみたいなこと思うことないですか？あります、ね、外国の方の方がすごい敬語を上手に駆使されてたりするのを見ると、なんかあ恥ずかしやみたいな感じになる時はね、そうだよね、なみ姉さんも解説を書いた、あの、初等学校もね、うん、あの文章を見ると子どもたちがすごく綺麗な敬語、ね、を使っているよね、そうそう親に対してもね、うん、丁寧に喋ってるよね、ああいう言葉遣いを見ると、うんね、今の私たちってなかなか敬語で親に対して話すってできなくて、うん、どうしてもこうね、あの子供時代の言葉のまま話しちゃったりするんだけれども、うんうん、お父さんとお母さんおじいちゃんおばあちゃんに対してきちんと敬語で話すのって、うん、なんか見ててすがすがしい気持ちになったりするよね、そうだね、うん、なんかそういった中でですね、今この国語教育がかなりこう私はこれからの未来にすごく不安を感じてしまうことがあってね、うん、この大学入試や高等学校の指導要領の国語っていうものが結構改革をされることになったんだよね、うん、でその今までね、あのこう出てきた小説だとかいろんなこう文学作品を味わいましょうっ
ていうことが少し変わることになって、うん、これからどんなものを読んでいくかっていうとね、うん、実用的な文章を読んでいくように変わっているんだよね。で2021年から大学入学共通テストっていうものが実施されて、うん、それに合わせて国語の高校の国語も変わることになって、うん、でその例えばねその共通テストのモデル問題っていうものが2017年に示されたんだけれども、うん、それがね出てくる文章が生徒会の規約とかね自治体の広報とかあと駐車場の契約書とかなんだって、うん、それなんか聞いたことある。あそうだよね、ニュース衝撃受けましたね。衝撃だわ。文学作品とかじゃないんだね。そうなんだよね、うん、であのそういうこうなんだろう契約書をちゃんと読めるとか、うん、ですごく私は大事なことだと思っていて、うん、むしろ今、ね、あの成人年齢が引き下げられたりして、うんうんはい、若い人たちがねこういろんな契約がもし自分でできるようになったりした時に、うん、契約書をよくわからないって言って契約してしまって結局クーリングオフができなかったりするなんて問題もあったりとかね、うん、あると思うからきちんと契約書を読めるそういう、まあ、文字のリテラシーっていうのは大事だとは思うんだけれどもそれ国語じゃなくてもいいんじゃないかなって思っていて、うんうんうん、それがこうなんだろう社会実践だとかね、うんうん、そんなものをちゃんとこう取って国語は国語としてね、うん、ちゃんとなんだろう現代の言葉じゃなく、うん、昔から連綿と続いてきた先人たちが受け継いできた言葉を味わうっていう時間をねもっと確保してもいいんじゃないかって思えるんだよね、うんうんうん、なんかさなみの話聞いてて思い出したんですけど、うん、あの歌の歌詞も、うんうん、あの最近の人って言ったら失礼なんだけど、うん、やっぱ10代後半から20代前半くらいの方たちが昔の歌の歌詞を読んでも、うん、その言い表すところの心情とかが全くわからなくて、うん、そうなの？で、こう意味を理解できないって例えばあの、プリンセスプリンセスのダイヤモンドっていう歌あるじゃないですか。あの歌は結局青春時代の一番輝いた、うん、本当に何か熱中した、うん、夢中になって何かを追いかけたそれがダイヤモンドのように輝いてるっていうことをまあ言いたいわけじゃないですか、うんうん、でもそれが分からなくて、うん、これって結局ダイヤモンドをもらったって話なんですかって誰かからダイヤもらって嬉しいっていう歌ですかっていうふうに思ってしまう若者がいるっていうのを聞いて、ちょっとあもう日本語の崩壊をちょっとそこに感じてしまった。そんな短いスパンでそうなんだ。そうなんです。古典を読んだとかじゃなくて、古典どころかもう一曲の歌詞の、イメージとしたら、うん、あれだよね、こうダイヤモンドをもらった女の人がここにダイヤを載せてダイヤモンドだねって言ってそのまままさにそうですねこれはパソコンだねみたいな感じのなんかねうんうんうん、そう、あ、そうか、そういう比喩っていうのかな、うん、その輝かしい日々をね、うん、ダイヤモンドに例えたっていう、うん、その作者さんの心の心情っていうものが、うん、読めなかったんだね。そうか、でも確かに文法だとそうだよね、うん、これはダイヤモンドですっていうことだからそうかそうか、なんかちょうどね、さやさんが今言ったのってそのさっき紹介した元織宣長にもすごく近くて、うん、元織宣長はただ文法を、うん、読み解いていくだけではその本当の言葉の意味って分からなくて、うん、もっとその当時の人の気持ちとかに寄り添わなければ文章を読み解けないっていうふうに言ってたんだけれども、うん、確かに今のダイヤモンドって本当にそうで ね、うん、ねそうしたこうキラキラした青春時代を表したいなっていう作詞家の人の心情に寄り添わないとね、This is a diamondっていうふうに思っちゃうよね。そうだね、うん、そうかそうか、そんなことがこれからも続いていったら今の流行ってる歌だってちょっとどうなっちゃうか不安よね。でそういう中でじゃあ国語教育っていうのがどれくらい大事かっていうことをいろいろ考えていたんだけども、ね、なんかこの前にこの小林秀夫さんと数学者のすごく有名な岡清さんっていう人が対談をしてて、まあ、こんなことを言っててね、自分はあの岡さんが九九をね、戒律の九九っていうのがあって、うん、それを繰り返し繰り返し唱えていることで覚えてしまったっていうような話をしてるんだよね、うん、だからこう言葉っていうのを何度も口で発音して覚えていくのが大事だっていうことを言ってるの、うん、だから私はすごく素読っていうのが大事だと思ってて、うん、まさにこのナミ姉さんが他の、ねうん、番組でも、うんうん、この初等科国語のね素読をされてるけど、うんうん、
声に出して読んでいくって大事だよね。さや、うん、さんもやっぱり歌とかを歌う中でね、その歌詞を目で読むだけじゃなく、ちゃんと口でこう言っていくっていうのが大事だっていうのを思ったりするじゃない。あ、そうだね、うんうん、なんかその音節そのものに意味が宿ってたりとか、うんうん、あとその文字のその象形そのものにも意味があったりとか、うんうん、それから口のポジション開け方とかにも体に伝わってくる意味もあったりするんですよね。だからノンバーバルコミュニケーションじゃないけど、うんうんうん、ノンバーバルな情報を含んでるバーバルっていうすごい季節的なとこがあるのかなって気がしますね、うん、そうなんだね。やっぱりこう喋っていくってすごく大事だなっていうふうに思うんだよね、うん、でもう一人ね、あの国家の品格っていう本を書いた藤原雅彦さんって書いてあるんだけども、うんうん、私藤原雅彦さんがね、数学の学者さんだって聞いた時すごくびっくりして、うん、あ、そうだよね、もっとそういう国家とかのことを論じる方って、うん、もっと文系なのかなっていうイメージが勝手にあったんだよね、うん、それがね理系の分野ですごくこう、うん、あの成功されている方が、まあ、そうした国家について書かれるってことがすごいなっていうふうに思って、うん、そのね藤原さんがおっしゃっていたことがまずこういうことでね、その日本っていうのはものすごく今危機的な状況にあって、うん、その危機的な状況というのはやはりこう日本語教育がどんどん悪化してしまっていることだからね、うん、いかに教育を根幹から改善するかが大事だっていうふうに言っていて、国家の浮き沈みは小学校の国語にかかっているっていうことを言ってるの、で私それを見た時に、え、国語も大事だけどでも算数とか理科とかね、うん、もっとこう理系の方も大事なんじゃないかなっていうふうに最初は思ってしまったんだよね、うん、で今どちらかというと日本って国家がね、うん、その研究にかけるお金とかもどんどん削ってしまってて、なかなかこう長期的な研究論文とか書くのが、ね、できなくなったりしていて、うん、いろんな技術の発達とかが遅れてしまってるんじゃないかなっていうふうに思って、もうそれも財政出動の問題とかにね、ちょっと変わってくるなってすごく思うんだけれども、それがねこの藤原雅彦さんが言うには、数学の問題とかを解くには、うん、ちゃんと国語の素養がないと解けないんだっていうふうに言ってて、うんうんうん、もうまさにこうそういうあの理系の問題を解くのも、うん、日本語が大事だっていうふうに言ってて、ね、あ、まあ、文章題なんかもろに分かりやすいよね。そうだよね、そうだよね、うんうん、で特にこう数学の世界なんて、うん、なんか1か0かみたいなね、本当にこう白か黒かっていう世界だけど、うん、でも実際の社会ってなんか0じゃなくて1じゃなくてなんか 0.9898 とかさ、うん、もうどっちも割り切れないようなものが、ね、あるのがこう人間社会だったりするじゃない、うん、でそれを表せるのは数字じゃなくて、うん、やっぱり言語だって言ってて、うん、数字だけじゃ表せないものがいっぱいある、うん、それをこう解決していくのはやはり言語であって日本語なんじゃないかっていうことをね、うん、言ってているんだよね、うん、なんかそれうち私もなんかおじがなんか、うん、東大の理数系なんですけど、うんうん、あのおじがよく言ってたのが、その夏目漱石さんにしてもそうだけど、うん、もうとにかく数理的に合ってると、その、うん、例えば文学作品を見ても、うん、その全部が黄金比になっていて、その文章の持っていき方も、うん、その数理的に見て美しい、その何ていうか形になっているっていうのがやっぱりもう共通してるから、うん、だから結局サノミが言った通り、うん、両方が同じ物事の各側面をこう表現してるに過ぎないんだろうなっていうふうになんか思ったりする、すごい文章の黄金比っていうのがちょっとイメージできなくて、なんか巻貝とかがよくこうなんか、ね、黄金比になってるのとかイラストがあったりするとか、本当にぴったりその形、あとひまわりの種とかかな、バラとか、あ、そうそう、植物界とかね、文章が黄金比っていうのはどういうことなのかしら。結局こう総じ系で第一章の盛り上がりがまあ黄金比でこう何て言うんでしょう、二等辺三角形みたいな形になって、ここにピークが来るとすると、その総じ系で全体を通しても同じこういう盛り上がりの形になっていたりとかっていう、だから数理学的に見てもすごい成立しているものがやっぱり古典文学で残ってるって聞きました。すごい。それはおじさまがご自身で考えたことなの？どうなんだろう、そんな話をしてますか。すごい、もしなんかそれをね、うん、
あのおじさまが何かこう数理化数値化とか理論化したら、なんか世界中の文学界がひっくり返りそうって思っちゃったよ。でも音楽も全部そうだし、そうですよね。音楽の方は分かりやすいかも。そうなんだ。そうか、じゃあそういうね、文学作品っていうのは知らず知らずのうちに黄金比だとか、そんなものも学び取ってるものなのかもしれないね。だからね、やっぱりこう国語とかそして古典を学んでいくのっていうのがすごく大事だっていうふうに思うから、2人に好きな俳句や短歌を聞いていきたいなと思うんだけれども、なみ姉さんはどんなものが好きですか？なんかね、短歌ではいっぱいあるんだけど、今パッと浮かんだのは、背を早み岩にせかるる滝川の割れても末に合わんとぞ思うっていう歌かな。急流で流れてたこの滝の川が、岩があってこう2つに分かれるんだけど、またその末に合うじゃない。だからあの男女の愛の歌でもあるんだけども、別れてもまた一緒になろうねみたいな、ロマンチックな落語のネタにもなってる。落語にも、ちょっと忘れた面白いネタになってる。そうなんだね。意外でしたね。綺麗な歌詞です。ロマンティックな。かやさんは何でしょう？私はもう本当に恥ずかしい、あのもみじって、あの高野辰之さんが書いたあの歌あるじゃないですか、秋の夕日に照る山もみじ、恋も薄いも数ある中に松を彩る楓やつたは、ちょっと待って、ちょっと待って、山の、いや山の、あ、ここカットで山のふもとの裾模様っていうあの詩がものすっごい美しくて、で2番が今度はあの何これ、ちょっと待って、ちょっと急に NG 集だ、ちょっと待って待ってくださいね。で2番が谷の流れに散りゆくもみじ、波に揺られて離れて寄って、赤や黄色の色さまざまに、水の上にもおる錦っていう歌詞なんですけど、超綺麗じゃないですか。超綺麗だね。超こんなに綺麗な詩ってあるのかなってすごく大人になってから感動したのと、あと2番が散ってなお美しいもみじっていうのに注目してるところが、なんか日本人だなって。確かに、だって散って川も彩ってるその様までも余すとこなく詩にするっていうのが、なんかすごい素敵だなって思った。確かにこういう着物柄なんかでも、枝に入っているもみじっていうよりも、川を流れてたりとか、そういうね、もみじっていうとなんか 見上げるものというよりも、なぜかこう 目線が下になってるようなイメージもあるよね。それってやっぱりね、そうした落ちたものに対しても美しさを感じるっていう、美しんでるって感じが、感性なのかもしれないね。短歌とかにもね、よく歌われてるよね。歌われてるね。なるほど。さらには私はね、あのちょっともうあのすごく有名すぎるんだけれども、その古池や河津飛び込む水の音のね、古池やっていうやの言葉にすごく好きで、これがね、古池にだとすると、さっきのダイヤモンドの歌じゃないけど、単に古池に飛び込みましたで終わっちゃうと思うんだけれども、古池やっていうしてることで、古池が突然こう主人公になってね、その古池にカエルがポチャンって飛び込むっていうような、古池目線で見れるじゃない。確かにそうだね。古池に買わず飛び込むになると、ただカエルがアップになってポチャンって飛び込むだけみたいになってしまって、古池やっていう風にすることで、古池がある広大な景色がこう目に浮かぶっていうような、そんな矢の使い方が綺麗だなっていう風に思ってね、この言葉が好きなんだ。一文字で本当だね。そうなんだよね。そういうことでですね、今日は日本語の大事さということをお話しさせていただいたのですけれども、最後に、皆様にお知らせがございます。さやさんからお願いしてよろしいでしょうか。はい、今日ね、ちょうどね、さなみんが日本のね、心、日本の言葉がいかに美しいかっていうお話をしてくれたんですが、今ですね、江戸と金沢を結ぶ板橋ということで、板橋区の郷土資料館で、実はこちらの素晴らしいお着物の、絵師をされている、寺沢さんという方をね、この郷土資料館で、
フィーチャーしてですね、うん、今ねちょうど作品が見れるそうです、うん、3月いっぱいまでね見られるということで、こちらなんですがちょっと見ていただきたいんですけど、平沢木森さんのね作品素晴らしいですよね。こちらですね、はい、いいですね。いつもこの収録美しいね着物で色を取ってくれた楽しみなんですよね。こんな形でさまざまな作品が、直に見られるということなんです。でもこれ本当に数少ない伝統工芸の絵師の方で、こういう形でこちらの、ね、作品なのが文部大臣賞受賞作品なんですけれども、生で見てもらうと考えるのが一番見えるね。この何て言うんでしょう、肌触りと色の感覚っていうのを生で見てもらうと確かに思いますよね。ということで皆さん、日本の芸術に触れてみる機会にぜひこの新しい博郷土資料館訪れてみてください。それではご覧いただきありがとうございました。また来週も三姉妹さんでお会いしましょう。さよなら、さよなら。